皆さんこんにちは、山手アイコン急行運転手の翼です。本日もこちら一芸アプリ駅メモを使って鉄道の旅に出かけます。本日の旅はこちら神戸市営地下鉄です。神戸市営地下鉄はほとんど乗ったことがなく、ほぼほぼ初乗車です。駅メモの合計駅数5593駅です。とある事情で3駅増えてしまいましたけど、神戸市営地下鉄全駅制覇の旅スタートです。いきなりですが、駅メモのスクショから始まります。今回旅を共にするのは兵庫県の伝子、こけなわ八千代ちゃんです。神戸市営地下鉄海岸線を制覇しましょう。三宮花時計前を出発し、旧居留地大丸前、港元町は GPS が届かずレーダーでチェックイン、ハーバーランド、中央市場前、和田岬、岬公園、カルモ、駒ヶ林を通り20分ほどで終点の新長田に到着。神戸市営地下鉄海岸線全10駅をコンプリートするとともに、アクセス路線数500本の称号もゲットできました。さあ、ということで神戸市営地下鉄海岸線全駅制覇しました。いいですね、この光景。こっち側にも列車が、でこっち側にも列車、めっちゃパンタグラフ低いですね。こんな感じ。さて、この後は神戸市営地下鉄静清山手線に乗っていきます。先に静清線の静清中央まで行きましょうか。あれ、そういえばマスクが JNR じゃない。あ、やばい、交換し忘れた。お気に入りのマスクに付け直す暇もなく、到着した元北進急行の7000系に乗り込みましょう。新長田を出発し、板宿、妙法寺、妙谷、総合運動公園、学園都市、伊川谷、静清南を通り終点の静清中央に到着。神戸市営地下鉄静清線全9駅をコンプリートしました。さあ、到着しました終点の静清中央。神戸市営地下鉄静清線全9駅制覇しました。元北進急行の車両と神戸市営地下鉄の最新型車両。静清中央駅の西出口出ました。こっちはバスロータリーと、あと向こうの方に団地がありますね。ずらっと路線バスが止まっています。そして反対側の東出口、こっちは商業施設がいっぱいありますね。サーティワンとか餃子の王将とかで、あとこっち行ったら静清オリエンタルホテル、ホテルもありますね。で、あとはこう回ってセブンイレブン。車内途中田園風景見えたんで、どんな場所かなって結構気になったんですけども、食べ物屋さんなんかも揃っていて結構住み心地いいかもしれません。それでは全く同じ車両に乗って、今度は谷上駅を目指します。北進急行時代に一度乗ったことがありますけれども、終点の谷上を目指しましょう。神戸市営地下鉄の旅もこれでラストです。静清中央出発し、静清南、伊川谷、学園都市、総合運動公園、妙谷、妙法寺、板宿、新長田からは赤新駅が出てきます。長田、上沢、港川公園は GPS が届かずレーダーでチェックイン、大倉山、県庁前、三宮、新神戸を通り神戸市営地下鉄山手線全8駅をコンプリート。六甲山を北に抜け、終点の谷上に到着。元北進急行だった神戸市営地下鉄北進線全2駅もコンプリートしました。終点の谷上駅に到着しました。いや、もう向こうすぐ山ですよ、山。さあ、今回の駅メモの旅、皆様いかがでしたでしょうか。神戸市営地下鉄全駅制覇しました。朝8時に撮影を始めて朝の10時に撮影が終わりました。全駅制覇にだいたい2時間ぐらいかかるんですね。2時間で終わるのは結構お手頃だと思ってます。駅メモの合計駅数5612駅になりました。ちょうど反対側、神戸電鉄の車両が到着しました。
というわけで今回の神戸市営地下鉄の動画ちょっとでもほんのちょっとでも面白かったら高評価コメントそしてチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。では一旦降りますけどもすぐに乗車します。